竣工直後の戦艦式島。式島観光新局は、1902年に発表された、大日本帝国海軍の軍歌である、軍海行進局や、愛国行進局の作曲者として知られる、瀬戸口東吉が作曲し、万馬沙が作詞した。1900年の戦艦式島の竣工を記念して、制作された。1901年、歌人であった坂は、横須賀港で、 最新鋭戦艦で常備艦隊機関の四季島を見学して観劇し、この艦を讃える歌を作詞したという。この四季島に乗り組んでいた軍学士の瀬戸口は坂の作った歌に曲をつけ、それをトリオに取り入れた更新曲も作曲した。一水道付き手剣はルル横須賀港の深緑地に浮かぶ城郭は名も公式。 四季島間に山との国の沈めとぞ思えばそぞろ、尊くて、広間の中に入り立てば、ただ宮殿の心地せりさん、ああ裏山四角ばかり、見事堅固の鉄の緩和がやとなして、太陽を自在に旅するマスラオヨヨンサはいうものの書き、暗き雨の降る日はどう荒む湿風吹き立ち並みの、山天に鶴る,る夜はいかにも降り酒見れば山もなく鳥も、ほ陰もも灘の上、 勝てつき水も乏しくて長くと当たることあらむろくかかる、わびしき、勘のうち、憂え思わぬ乗り組みの人のみさおは鉄石か人の、力は禁襲か七ななまして、戦争を起こりなば、勇気日頃に百倍し放つや、大法即射法無効的勘みな、微塵八修らのちまたの荒波を、わずかの間に占領しがいか上がる旗の影名誉の、光ぞ輝かむ九は見事なる、鋼鉄かが、剣後なる、 四季島間見れば心も、爽やかに乗れば、気分も引き立ちの十艦の剣後は、乗組の人の三竿といずれぞや、艦の美児は、乗組の人の心といずれぞや十一艦の何を追う、四季島の和信の大丈夫よくん等に不覚謝するなり、お国を守る、そのくん、ありがとうございます。